おはようございます。今日は4月の22日ですね。北九州都市高速道路のパーキングですね。で、今日のバイクはエリミネーター 250V ですね。なんかゴミ落ちてますね。汚ねえな。で、今日の目的地は、山口県岩国市にある、レトロ自販機の観音茶屋ですね。そこと、あと、名前忘れたんですけど、山賊焼きが食べれる、鳥の山賊焼きが食べれる、名前忘れましたね。そこに行きます。バイクも多いでしょうね。で、今日はあの友人2人と3人で行きます。で、友人1人がバイクで、もう1人が車ですね。では、関門トンネルで待ち合わせしてるんで、そちらに向かいます。これは友人 T 君の、デミオですね。彼が車で、ちくわバモスっていう、去年一緒にキャンプした友人の、ホーネット250ですね。はい、この3台で行きます。今日は降水確率が 0% なんですけど、向こうの方の空がちょっと天気が微妙ですね。先頭はちくわバモスが走っております。で、後ろから、3人で走るの、まあ、いつもあの3人で出かけるときは誰かの車に乗って行くんですけどね。バイクっていうのは久しぶりですね。まあ1人あの車ですけど、まあ、後ろの T 君はあのバイク今乗ってないんですけどね。バイク欲しいっていう話なんで、まあ買ってほしいですけどね。まあ、あの僕が YouTube してるのは知ってるし、で今日も動画撮影してるのは知ってるんで、多分ですね、2人はですね、僕がですねヘルメットの中でどういうこと言いよるんかっていうのを考えながら走ってると思うんですよね。まあこういうくだらん話をしてるんですよ。意外と遠いじゃね。意外と遠い。久留米と同じぐらいの距離。この先こう行きよったら、あの上の こいつがなくなるんよ。たらあのすぐ左手に見える。あ、これが来てたね。うん。
丼食っちゃおうかな。いや、せっかくなんでね、まあ、ここから自宅から100キロ近くあるんで、せっかくなんでここのうどんも食っちゃいましょうかね。はい、長沢ガーデン到着でございます。
こになんとか警察的な感じで何でもね、ここ珍しい、ね、で向こう側はトイレなんや、先にトイレ、うん、刺激されるってどうだろう、うん、ちょっとああ昭和的な、うどんだ、はい、ラーメンどうぞ、ラーメン美味しいよ、うどんさっき食ったしね、うん、蕎麦がないもんね、蕎麦が難しい、難しい難しい昨日の昼飯食ったんだけど、うん、チャーシューが美味しい、へー、ラーメン、あ、そちょろっかあれはこっちだもん、失敗したりしてさっきはもうこの時点であのお湯か確かがジャバーでやった何？おー、出てきた、出てきました、あー、マサララーメンですね、はい、これも、ね、麺がすごいよくあるパターンです、そうそう、麺がすごい、暑いね、暑い、え、夜が夜中も、うん、日付変わってもやるかね、すごいよね、うん、それがもうすごい、うん、逆にもう完全にもう時間ずらさんと、あれなんかも、今が一番上やろうね、うまかったです心こもってないね、人が多かったもんね、ん？ガソリンでないけ、いやー分からん、半分くらい減ってた、半分、まあ下松とかあるし、うん、多分いけると思うけどね、ナッシンで、山賊
肉焼きを食べまして、あとは高速乗って帰ります。どうもご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画で。